ありがとうございます。行ってきます。皆さん行ってらっしゃい。はい。Thank you。すごい。すごい。本当ですね。早い。なんだかんだ結構走りますね。はい。はい。ね、大変そうだ。日本にはちなみにマイツさんはどのくらい釣るご予定なんですか？この旅行、そう、13日から旅行、はい、旅行だけです。あ、旅行だけなんですか？はい、そうです。あ、まだ日本に住んだことないですよ、まだ。あ、そうだ、2年間勉強したけど結構喋れるもんなんですね。そうなんですよね、そこがびっくり。失礼します、お願いします。日本語って結構世界で一番難しいっていうふうに言われてる、という言葉ですけど、漢字とかでやっぱり漢字は苦労するでしょうね。しますよね、はい、私も全然漢字できないから読めないみたい、読めない、書けない。これ鎌倉で2番目に大きな家です。あ、そうなんですか。川北で40億ぐらいですね。これ裏にある山全部庭なんですか？すごいね。すごい、これ家の、うん、さあ、マイクさんはでもアメリカの何州？カリフォルニア州。きたーさ、うん、サンディエゴというリモンカリフォルニケーション。はい、そう、寿福寺っていう名前のお寺なんですけども、ここからじゃん、はい、見てください。見えた？うん、見える。全店舗ですね。全店舗、全座禅とか組んだことありますか？ないです。ないですか？ありますか？僕もですね、あの足の形ができなくて、私もできないですこれで、やったことないです。おぉ、ご対面でございます。はい、こんにちは。ロイヤルスマイルでではですね、こちらの方をガイドさせていただきます。今朝の同時ガイドでお願いします。同時通訳でお願いします。同時通訳で、はい、かしこまりました。ちょっと頑張ります。はい、まあ、こちらの呪福金剛禅師というのが正式名称。The real name of this temple is 呪福寺 temple ですね。はい、禅寺だけ座禅を組むお寺さんなんですけども、セリングメディテーション、座禅、奥の、really、あの石を積み上げた塔見えますね。There is a tower over there。 あ、あれかわいい。そうなんです、あの、苔むしてるから、この With the moss。 そうです、そうです、そうです、あの、あれはお団子みたいなやつ、大きいお寺さんでは必ずあるんですけど、 In the big temple of Zen, right here、 Name is Gebato。 降りる馬の塔と書いて、あれの前では馬を降りなさいという、じゃあ、That is like a trafficNHK みたいな。In all time。 ちょっとかなり頑張ってますね。Traffic signal to、the samurai、when they are coming to this temple, please get off the horse、ね、right here. ここから降りてください。The level, the class of the temple is really high. ポールは現代でいう下馬と下人力車等と飲みましょうか。ここから入ってくるなって言うんですね。Yeah, this is the modern traffic. Yeah, no rickshaw. Sorry. Yeah.こちらお寺さんをバックにお写真撮らせていただきたいと思います。じゃーん、鎌倉シティオフィスです。来週の末か再来週の中、今市役所の市長者がここにあるんですけど、大正時代まではなんと天皇の御用邸です、ここは。About 90 years old years ago, this place was the Imperial Second Palace. You know, Imperial Palace is here、in Tokyo now.、でも関東大震災が起きる前までは、Second Palace was here. Yeah, very big earthquake was happened. Yeah, after that, the emperor decided to give this ground to Kamakura City. So Kamakura City just built the city office right here. Behind the city office, there is an elementary school. Name is Onari Shogakko. And the name of the town around here is Kamakura City Onari Town, Onari-cho.And Onari means welcome your majesty, like that.
あのようこそお越しくださいました陛下様というような感じでおなわりと、あ、はい、よくテレビの時代とかで、ね、おなわりって言いますよね。もうそのご用件になったところがおなわりということで、おなわり町、おなわり町と名付けられてますね。ちなみにこの左側を流れている川は、はい、紅洗いの川ですね。これですか。はい、紅洗いから湧き出た水がここにちょろちょろと流れているという、なので湧き水です。湧き水だ。ピュア 100% ピュアウォーターですね。そうなんだ。さすがに飲めるとまでは言わないんですけど一応ピュアウォーターですね。そうですね。でも鎌倉のこういう湧き水は今ホタルが見れるところがすごく多いです。夏場とか結構いいですね。あ、いいですね、はい、6月から7月ぐらいにかけて、はい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 、やっぱ綺麗なところしかいないですよ ね。あのしかも綺麗なだけではどうやら住めないらしいです。綺麗なところにまずあのセリっていう春の七草、はい、が咲いて、すいません、そのセリを餌にして川になっている小さなシェルが、貝が、はい、そのセリを餌にして成長する、はいはいはい、でその川にを食べるのがホタルの幼虫らしいです。なのでそこまで そのライフサイクルができてないとでいないホタルは出ない。そう、鎌倉はそれが今でもなぜか保たれている。そう、なんていうのかな、ライトニングバグっていうかファイアーフライっていうか、はい、アメリカではでもちなみにホタル、ファイアフライはいる？いますか？うん、ある、ある。あ、いるの？カリフォルニアないんです。カリフォルニアはない。あまりない。あ、なるほど。どこにいる？イーストコースト？イーストコースト？うん。知らなかった。日本だけかと思ってた。結構でもなんかいろいろ世界中いるみたいなんですね。あ、そうなんだ。あの、結構やっぱりいろんな各国の人が乗ってくださるので、はいはい、鎌倉にはファイアフライいます、うん、あなたの国にはファイアフライいますかって聞いたら、みんなイエイイエイって言うんですよ。いるいるって。そう。ちなみにこのサスケという町に入ってきてるんですけど、はい、サスケにはゼニアライ弁天と、はい、もう一つサスケ稲荷神社っていう有名な神社があります、うん、ここは赤いシュラインゲート、はい、レッドシュラインゲートが、うん、麓から上までザーッと、はい、はい、京都の写真とかによくありますけど、ありますよね。そんなにゴージャスではないんですけど、どっちかといえばワイルドな感じ、そうの赤い鳥のサスケなりっていうのもおすすめです。マイリコメンドですね。よかった。シキラ。